本日はルネサンスの巨匠レオナルド・ダ・ヴィンチについてのお話です。レオナルド・ダ・ヴィンチは1452年4月15日に生まれ、1519年5月2日フランスのクリョリュセ城で67歳の生涯を終えました。ルネサンス時代の美術家たちの伝記を表したジョルジョ・バザーリの美術家列伝には、ダ・ヴィンチは臨終の際に芸術家としてやり残したことがあまりにも多すぎて、神と人々に面目ないと言い残したといいます。時代を超え史上最高の画家と評されているのにです。2017年、長年所在がわからないとされていた幻の作品ダ・ヴィンチの最後の絵画サルバトール・ムンディがニューヨークでクリスティーズのオークションに出品され、4億5000万ドルという驚愕的な価格で落札されました。これは美術品のオークションとしては史上最高額で、芸術作品の過去最高価格の2倍以上の金額でした。レオナルド・ダ・ヴィンチは画家であるとともに彫刻家、建築家、発明家、演出家、音楽家、数学者、哲学者、天文学者、物理学者、土木工学者、植物学者、動物学者、医者、外交官や詩人など数えきれない分野に才能を発揮した万能の天才でした。ただ趣味や興味範囲でできる水準ではなく、数えきれない分野において高度な研究資料と作品を残しました。何でもできて何でもやってみせたのがダ・ヴィンチです。しかもダ・ヴィンチはハンサムで背も高く、声まで魅力的だったといいます。もし神様がいるならこれは不公平だと言いたいほどです。スティーブ・ジョブズは新製品のお披露目の場で、必ずと言っていいほど創造性は芸術と科学の交差点であると強調したのですが、彼はこの交差点を極めた人物がレオナルド・ダ・ヴィンチだと言いました。ダ・ヴィンチはイタリア中部の都市フィレンツェから約50キロほど西にあるヴィンチというとても小さな村で生まれました。レオナルド・ダ・ヴィンチとはヴィンチ村出身のレオナルドという意味です。なので名前のどちらかを呼ぶならダ・ヴィンチではなくレオナルドと呼ぶべきです。レオナルドの父親は地元の名士の交渉人でした。母親は地方から連れてこられた奴隷で、ダ・ヴィンチ家の使用人だったと言われています。つまりレオナルドは私生児だったのです。レオナルドは祖父と叔父に育てられました。12歳から14歳の頃にイタリアルネサンスの花の都として栄えたフィレンツェに移り住み、当時フィレンツェで最も優れた工房に弟子入りします。レオナルドの幼少期について確実な事実として明らかになったものは少なく、詳細はほとんど知られていません。いずれにせよレオナルドはこの工房で出会った画家や芸術家に大きな影響を受けます。当時この工房ではドメニコ・ギルランダイオやサンドロ・ボッティチェリなどルネサンス期を代表する芸術家たちが腕を振るっていました。工房を経営するアンドレア・デル・ベロッキオは有名な彫刻家で、主に壁紙や家具、食器の装飾をしていましたが、絵画や建築まで何でもできた芸術家でした。レオナルドは師匠ベロッキオの指導のもと、木材や大理石の彫刻を主に習いましたが、レオナルドの天才的な才能を見抜いたベロッキオはレオナルドに哲学、数学、生理学を勉強するよう勧めました。当時ルネサンスが花開き、ヨーロッパにおける政治、経済、文化の中心だったフィレンツェでは多くの天才芸術家が活躍しました。レオナルドは20歳になってから本格的に活躍し始めます。ですがフリーランスでは経済的な問題で活動に限界がありました。芸術を続けるには王族や貴族のような金持ちの後援が必要でした。経済的な問題が一番大きかったのですが、決まった後援者がいないということは実力がない低レベルな芸術家であることを意味していました。後援者の知名度や富は芸術家の実力を判断する基準だったのです。レオナルドを歓迎したのはミラノでした。当時ミラノの頂点に君臨していたのはスフォルツァー家のルドビーコ・イル・モーロでした。後にレオナルドに最後の晩餐を書くよう依頼した人物でもあります。レオナルドが講演を受けるためにイル・モーロに宛てた自薦状には自分にできること10項目が記されていたのですが、全て芸術ではなく軍事関連でした。スフォルツァー家はもともと軍人の家系で、当時ミラノはフランスとベネツィアに挟まれ軍事的緊張関係にありました。レオナルドはこれに注目し、城壁破壊装置や戦車、大砲といった技術をアピールしたのです。ルネサンスの権力者が望んだのは芸術ではなく軍事工学に長けた人材でした。レオナルドは平和な時は建築や水路の設計管理もすることができ、大理石や青銅、粘土の彫刻はもちろん絵なら誰にも劣らないと付け加えました。ルネサンス期にはレオナルド以外にも分野を超えた専門家がたくさんいました。この時期学問の分野がはっきりと分かれておらず、興味を持った学問なら積極的に学び活用された時代だったのです。
ところでレオナルドは工房で軍事工学や建築まで学んだのでしょうか。実はこれらすべてを独学したのです。長い時間をラテン語、人体解剖、数学などいろいろな学問の独学に注ぎ、レオナルドの万能な才能は30歳になってようやく発揮されるようになります。30歳になったレオナルドはミラノで活動を始め、岩窟の聖母や騎馬像を手掛けます。天才画家として知られるレオナルドですが、多才だっただけに絵画以外にも多くの分野を勉強し、いろんなことに熱中したため、美術作品は数えるほどしか見つかっておらず、おおむね17点前後と非常に少ない数です。実際1482年に初めて訪れたミラノ宮廷では音楽家として紹介されました。レオナルドはミラノ宮廷で宴会の舞台演出者、軍事顧問兼技術者として働きながら、イル・モーロが依頼した最後の晩餐を完成させます。レオナルドにとってミラノでの生活はとても幸せな時間でした。不衛生な環境を改善するため、下水道を整備し、城を設計してミラノを新しい都市に建て替えました。また鳥類の飛翔を力学的に再現すれば人間も空を飛べると考えたレオナルドは、鳥類を徹底的に研究し、羽ばたき機やヘリコプターも設計しました。ちなみに三脚椅子もレオナルドの発明品です。ところが1498年、フランスのシャルル8世の侵攻によりスフォルツァー家はミラノを追われてしまいます。後援者を失ったレオナルドはベネツィア、マントバ、ローマを渡り歩きながら再び就職先を探し始めました。そして1513年、ローマ教皇レオ10世の招待を受け絵を描きます。ちなみにローマではラファエロやミケランジェロのような偉大な美術家が教皇庁で画家、彫刻家、建築家として活躍しました。ですが解剖学を研究したという理由でレオナルドへの待遇は良くありませんでした。どこにも定着できずに数年が過ぎた1516年、レオナルドはフランスから宮廷画家兼技術者として招待されます。レオナルドの武器や機械、最後の晩餐をはじめとする芸術品に魅了されたフランス王はレオナルドを招き手厚くもてなしました。国王の寵愛を受けながらフランスにルネサンスの風を吹き込んだレオナルドは壮大な計画を立てましたが、残された時間は長くありませんでした。1519年5月2日、レオナルドはクロリセ城の自室で67年の生涯を閉じました。レオナルド・ダ・ヴィンチは歴史上最も IQ の高い天才の一人と言われていて、少数の学者はレオナルドの知能指数は370に上ると推定しています。一つの分野で名を轟かせる人はこれからもたくさん出てくるでしょうが、レオナルドのような万能の天才はなかなかいないでしょう。余談ですが、レオナルドは同性愛者だったと推測されています。同性愛の罪で裁判にかけられたこともあります。小悪魔を意味するサライという名で有名な美少年ジャン・ジャコモ・カプロッティはレオナルドの弟子であり恋人でした。レオナルドの手帳には1490年、マリア・マッダレーナの日、10歳のジャコモが来て私と共に住むと記録されています。サライも画家でしたが大成せず、主にレオナルドのモデルや世話をしました。サライは名前の通り小悪魔みたいな少年でしたが、レオナルドは手帳にサライの悪口を綴りながらも彼を大事にしました。快楽と苦痛はソーセージだ。快楽の後ろには面倒と開墾をもたらすものがついている。レオナルド・ダ・ヴィンチの名言です。時代を超えた世紀の天才、レオナルド・ダ・ヴィンチについてでした。